則性問題。気づけば簡単な計算で答えを出せる問題です。では始めましょう。ある規則に従って数字が並んでいます。左から3列目、上から20段目にある数字は何でしょう？では解説します。今回の問題は右図のような配置で自然数が並んでおり、ポイントは1列目です。1段目は1の2乗で1、2段目は2の2乗で4、3段目は3の2乗で9という感じで、 N 段目は N の2乗が入ることになるので、1列目の20段目に入るのは20の2乗イコール400であり、その段の左から3列目に入るのは 400-2 で398が正解となります。